広島電鉄5100系電車、広島電鉄5100系電車、広島電鉄5100型電車とは、2004年に登場した広島電鉄の路面電車である。愛称グリーンムーバーマックス、グリーンムーバーマックス、2005年にグッドデザイン賞を受賞した。近畿車両、三菱重工業、東洋電気製造、広島電鉄の4社が、 ユープロジェクトの名で共同開発した国産初の100%フルフラット超低小電車である。ユーとはアルティメット、究極のアーバン、都会的なユーザーフレンドリー、利用しやすいを意味する。名家ではジャトラムという愛称で呼んでいる。構造は5000型に引き続き後連接車で、広島広報から A、C、E、D、B 車。 アラシュ社湖所属である5101号は、宮島口方から B、D、E、C、A 社となっている。2004年12月19日、エバ車庫湖に搬入され、組み立てを行った後、宮島線、市内線で試運転が行われた。2005年3月30日に、営業運転開始された。現在は10編成を保有しており、主に1号線、宇品線で、 集中的に使われ、朝夕ラッシュ時は5号線、七三線でも運転。また、5101号のみ2号線、本線、宮島線で運用される。なお、千田車子所属の車両も、五福島神社の初詣や、宮島水中花火大会など多客時の臨時便として、宮島線を走行することがあったが、近年は3700型が貸し出されていて、宮島線に入ることはない。また、 当初は、全社千田車湖への配置予定であったが、デビュー時の宮島線期間限定運行に影響し、宮島線沿線利用者から、宮島線にも走らせてほしいとの要望が送ったため、5101号は、千田車庫配属から改めて嵐車庫所属となった。その代替として5000系の5012号が市内線の、千田車庫所属へ変更となった。当初は、グリーンウーバーマックスと、 マックス以外は大文字表記だったが、ロゴデザインの商標権利上の問題が発生し、第二編成登場時にロゴマークのデザインを変更した。再、小文字主体のグリーンムーバーマックスと、車体表記になった。ただし、行き先方向幕については、全編成に大文字表記が残されている。2007年4月19日から5101が、広島観光インフォメーション電車。 広島平和記念公園と、原爆ドーム、出径園、広島城、宮島の大鳥居と五福島神社などの写真が、部分ラッピングされ、車内に観光地や、文化施設の案内板が設置されているとなった。また、2008年7月19日から8月24日は、広島観光インフォーメーション電車のまま、テレビ新広島が、宮島の包みが、浦自然公園に開設し、海の家、 TSS 界の家夏小屋であろう派の宣伝電車として、車内放送を TSS のアナウンサー8人が担当する夏小屋電車として運転された。広島電鉄5000系電車同様に、車内に次の停車駅等の案内表示機が引き続き、設置された。電結部上部に一行分の LED パネルが、設置されている。製造名価格者の狙いは、以下の通りにあった。 最大の改善点は、中間の付随台車を動力台車と別に設計し、小さくしたことにより E 車内の突起を少なくし、ロングシートにできたこと。E 車のロングシートは、付随台車上にあるため、他のシートよりも若干高く硬い。各車体の長さをコンビーノと同等にして、ロングシートが効率的に配置できるよう工夫されている。これにより、 着席定員は5000系の46名から56名まで増えた。クロスシートは5000系の1名掛けに比べ若干広がり、着席定員に変化はないが、実質1.5名掛けとなり、親子であれば2人掛けも可能。逆にやや犠牲になっているのが、床面高さの 360mm で、コンビニの標準の 300mm。 5000系の 330mm に比べても高くなっている。また全長は軌道砲限界一杯の 30m に抑えられた。また、5000型よりも車両価格が約2000万円安く抑えられ3億2000万円になったほか、保守の容易化や部品調達コストの低減も期待されている。5100系の冷房能力は5000系コンビーノより、 小さくなっているが、送風ダクトの改良により、空調効率を上げて、コンビーノの欠点を解消した。5000系コンビーノからの改良要求として、運転席から左下の視界拡大が上げられていたため、5100型では、運転席から向かって、左下の部分に、安全窓、セーフティウィンドウを設け、反対側は外反を同じ形に黒く塗ることで見た、目を、 左右対称にしている。結果的に行き先表示板と合わせて前面は側面と全く独立した造形となっている。行き先表示は従来の電動方向幕式から LED タイプに変更され夜間の視認性が向上した。ただし LED は運行系統に関わらず橙々色であるため遠方からの色分けによる識別はできなくなった。 制動機にも改良が加えられている。5000型ではマスコンを中立位にすると走行時には全くのニュートラル状態であるが停車時は自動的にパーキングブレーキが作動するシステムになっているしかし、このシステムは微速走行時にもパーキングブレーキが作動してしまうため停止位置の微調整が非常に難しく運転士は停車寸前にマスコンを やや立行補に持っていかないとスムーズな止めができない。これに対し5100型はマスコンをどの乗用性同意にしていても停止寸前にブレーキが自動的に緩められスムーズな停止が可能となった。その反面従来車両と操縦が異なり相互運用性に問題がある。内装は5000型ではグレーとブルー基調の配色で窓にスモークガラスを採用し、 車内照明にカバーを設置し、車内を落ち着いた雰囲気にした反面、若干薄暗くなっていたが、5100型では、ホワイトとライトグリーン及びイエローを基調とし、窓もクリアガラスに変更し、照明も暖かみのあるダウンライトにし、清潔感あふれる明るい印象となった。また、自己対策の一環として、車内随所に握り棒が設置されている。特徴的な例としては、 車内通路中ほどに、天井から床面にかけて握り棒が設置され、自己防止に役立っている反面、設置場所である乗車扉正面に乗客が停滞して、車内に流れにくく、スムーズな乗降を阻害している感がある。国産化できなかったものは、男性タイヤとブレーキ、油圧である。また高性であるため1.4トンほど重い、突起がある場合を除き、2016年12月、 現在の状態を示す。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。